皆様、明けましておめでとうございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。お正月餅つき大会とかしてますかね。ということで、まあここからはちょっとね、まあ語り動画的な感じでゆるーく喋るので、ちょっとラジオ感覚に聞いてください。年が明けまして2024年、去年を振り返りながら今年の私の目標について話させていただこうかなと思います。まあ去年なんです、ボディメイクの大会にはまあ出ずですね、常に低空飛行みたいな感じで、なんかもうこの年になるとさ、あ、今年で33だ、なんかもう何気ない日常がもう幸せに感じるんだよね。白米とかさ、食べるだけでも幸せだし、トレーニングだ、まあ運動とかさ、頑張った自分偉いみたいな、もうそれだけでもなんか幸せに思うし、幸せ基準がどんどん下がってる。大会に出たいっていう気持ちはね、まあ常にどこかでちょっとないって言ったら嘘になる。ただね、まあ2022年最後に出たんだけど、まあ一番ちょっとね最悪だったんだよね、出来が出来ってかもう仕上がりがさ、よくさ YouTube とか見て過去一の自分史上最高の体みたいな言う人はいっぱいいるけど、過去一最悪ってなかなかないからねなんか笑えないよねごめんなさい。そうっていう、まあ悪夢を経験したわけよね。もうなんかね、悔しいというか自分自身に対してもうがっかりみたいなぐらいの息に入っちゃって、あ、私は向いてないんだなって思って、もう競技に出るべき人間じゃないなっていう風に、いや改めて別にそれが悪いわけじゃなくて、あ、そういう人間なんだなみたいな。楽しくトレーニングしてさ、楽しくご飯食べるのがそういうことしかできない人間なんだなみたいな、どこかちょっと出たい気持ちはあり、ただ本当に心の底から噛み砕いて出る目的、何のために出るのとか噛み砕かないと、これまた同じことの繰り返しだし、うまくいかない、挫折するなと思って、去年はもうずっとそういうことばっか考えててね、何のためにやってるんだろうとか、ちょっと自分自身腑に落としたくて1年間過ごしてた。トレーニングはまあ毎日ではないんだけど、まあ別に血へど吐くほどやってないですはい。まあその日のベスト、ベタは自分なりに尽くせていました。毎日本人しか分かんないんだけど、そのボリューム感っていうのはさ、やっぱやっていく中でね、まあ見てみたいって思い始めて、何を見てみたいっていうのは、まあ自分がどれぐらいこう1年間頑張ってきたことがこう身になって成果になって体が変わってるのかっていうのを、やっぱり絞ってみなきゃ分かんないんですよね。これがね、減量期なんて筋肉増えることはまあないから維持するのが精一杯で、オフ期ってまあ何より一番大事なんですよ。無駄な脂肪まあついてるんだけど、やれたかっていうところっていうのはやっぱオフ期で決まってくる、増量期とかで、ね、まあ自分がどれだけ頑張れたかっていうのをまあ見てみたいなっていうのがまず一番。いろいろ理由はね、自分の中で明確になったところがあって、この1年で1個前の動画でも話してるんだけど、まあ人工甘味料とかさ、添加物うんちゃらかんちゃらみたいな、でまあ私もともとジャンク大好きで、もう人工甘味料もなきゃダメだしみたいな、まあ食の勉強だったりをしていく中で、ちょっとずつそういうものを減らすことができてるんですね、ここ半年ぐらいかけてなんだけど。だからさ、結構肌の調子も、これノーファンデなんですよ私。あ、ここはちょっとニキビ跡が全然治んないんだけど、まあ割と結構肌の調子も良くなってきてるんですよね。ちょっとね、実験的なところもあるんだけど、その添加物だったりとか人工甘味料を取らないことによって、自分のメンタルはどうやって自分自身保てるのかとか、仕上がりだったりとか、ダイエットの進み具合だったりとか、前との比較をちょっとしたいなって、っていう自分自身の実験みたいなところではあるんだけど、伝えられることも増えるかなと思って。そりゃさ、なんかネットで見るとさ、いろんなこと言ってるから、そのね、文献なんちゃらかんちゃら言うて、そういうのはさ、まああるとしても、実際じゃあどうなのかっていうところを、どう体感できるかっていうのをちょっとまあみんなに伝えたいっていうのもあったりとかっていうのもあるので、はい、まあ今年はちょっと大会に出ます。私これはちょっと言い切らないと、いつまで経ってもね、スタート切れないと思って、もう言い切ろうと思って、これ、この動画でね。どの大会に何月何日出るかっていうのはちょっとまだ断言できないんだけど、まあ夏ぐらいをちょっと目処に、6月7月ぐらい考えてます。すごいと思うのは、まあトレーナーさんとかでも、まあ一般人の方でもさ、なんかめちゃくちゃでかくてめっちゃ絞れてる人で、大会別に目指してないですっていう人、すごいよね。
って思うんですよね。女性の方でもさ、イベントごとがありますとか、なんか結婚式があります、パーティーがありますとかっていうわけでもなく、ダイエットだったりボディメイクのための筋トレやってる人、いや本当に偉いなって思います私。私はできない、そういうダイエットに関しては。筋トレはまあできるけど、大会に出るってことが大事とは思ってないんです。ただまあ私はそういう目標がないとちょっとできない人間なんですよね。理由の中ではまだね、トレーナーになって2年ちょっとで、一応まあ歳は若手じゃないけど、職歴で言うと若手枠で一応やらせてもろてるんです。まあちょっと若手っぽく、ちょっと現役っぽいことをしたいんですよ。元気があるうちにできることをやって、まだまだ飛躍していきたいっていう気持ち。まあ減量方法忘れちゃいけないなって、体で忘れちゃいけないなって思う。一応セオリーはわかるじゃないですか。知識は一応こうすればああすればっていうのはさ言えるけど、まあ実際自分が現状やってるわけじゃないから、ここの段階で今止まってるなとか、メンタルもこうまあ、ちょっと不安定なんだなっていうのが、本当に本気で理解できてるかっていうと、まあ減量してたのが昔なので思い出しながらお答えできるけど、今の自分で体感してることだったりとかをなんか伝えたいなってっていうのもあり、減量の仕方をねやっぱ忘れちゃいけないっていうのが大きいかなっていう。まあちょっとね、私も自分の体を見てみたいと、その一昨年にフィードバックで言われたことをね中心に頑張ってきたつもりなんですよ。まあ果たしてそこがちょっとどう変わったのか、はたまた全然変わってないのかわかんないけど、見たいと、自分の体をっていうのがまあ一番かなっていう理由で出ます。はい。まあ、今体重がね、いつも47後半ぐらいなんですよ。多分仕上がりが、水抜いて39キロ台。8キロか。まあね、前回の減量スタート時に比べると、マシよ。前回ひどかったからね、こんな感じ、私の目標ということで。大会目標としない人の頑張る糧になりたいですね、私も。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。そして、皆さんの、なんか今年の目標だったりとか、コメント欄でいただけると私も励みになります。ということで、今回の動画は以上になります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。